カレーです。はい、本日の動画なんですけれども、実はロサンゼルスの方を離れてて、はい、今日1月26日なんですけど、金土日で、まあ、ラスベガスに行く途中です。で、ちょっと私たち車がね EV 車なので、あの電気なんですよ。なのでチャージングをしなきゃいけなくて、今チャージングで来たところがちょうど隣アウトレットだったんですよね、うん、はい、今までちょっと寄った時はないアウトレットで、よく見たらね、ダイキとニューバランスがあるの、うん、しかもめっちゃあの砂漠とか山とかで、ちょうどなんか間に街があるみたいな感じよね、うん、バーストっていうところなんですけど、バーストね、はい、まあ、ちょっとラスベガス行く間に泊まるちょっと休憩地みたいなところです。で、まあ、ちょっともうせっかく来たから、ナイヒとニューバランス、なんかいいことあるかもしれないよ。ああ来ないでしょ、なかなか来ない ね、 ね、だからちょっと、まあ、先ほど行きね、覗いてなかったので、ね、覗いてニューバランス行ってみましょう、はい、最初はニューバランスの方に行きたいと思います。ニューバランスのアウトレットは昔、あ、本社の横にあるアウトレットも来ましたね。ここはね、あ、すいません、さっき言ったとおり来たときないんだけど、私たちの家の近くにもちょっとちっちゃいのがあるんだけど、こんな大きくないんだよね。ちょっと見た感じ、箱が超並んでるんで、行ってみたいと思います。はい、お待たせしました。では一緒に見ていきましょう。店内のミュージックがちょっとうるさかったので、アフレコで行かせていただきます。店内左側からキッズです。はい、早速可愛い色を見つけたんですけど、お値段がプレスクールで60ドル。で、さらに 30% オフ。安くないですか？ねえ、セールでキッズのニューバランスが買えて、さらに 30% オフってなると、すごい破格ですよね。30% じゃないものもあったんですけれども、あと在庫少なくなっても、覇気みたいなやつも 30% の対象ってなってましたね。で、こっちがもうね、蓋がない、はい、30% オフ、さらに安くなっちゃうよコーナーでございます。はい。で、こっちに行ったら、はい、私たちのメインです。はい、メンズやレディースがバーッと並んでるんですけど、ここ大量ですね。ここにね、いつも何かいいのがね、あるんですよね。でね、こう探しているとですね、ここの店舗、あれ、ちらっと見えましたか皆さん、550ブラック、オールブラックですね。で、で、でです、これです、990、これ、ちょっとね、探してたスニーカーなんです実は。B さん、これは欲しかったやつやな。そうだよ。ああ、でもここが。ちょっとダメージグッズだね。トラビス・スコットのあれみたいなね、フラグメントと。ねえ、色かっこいいよね。これいいね。マイサイズあるかな。マイサイズで綺麗なの探そうか。あ、そう。はい。では B さんのね 9.5 見つけちゃいました。店員さんが優しくて一緒に探してくれて、綺麗なペアが見つかりましたということで、 189.99 ドルから、はい、30% オフってことは、うん、安いです。で、レッドとイエローのステッカーが 30% オフってことで、これ B さんのもしっかり対象でした。これもさ、色合い可愛くない？フシャンコになっちゃってるけど可愛いですよね。あ、ここにも B さんさっき入ってたのがあるけど、あ、550、あれ結構見たらいいのあるじゃん。え、なんか探したら結構、あ、ここにもある、ヤマトこれ、やばい、今ちょうど流れてきた時なのかな、すごい、どう、どうですか。はい、ここは550セクションなんですけど、セール対象になってないものもあれば、はい、30% オフの対象になっているものもありました。 119.99 ドルが 30% オフ、これも結構安くなりますね。で、アパレルももちろんあったんですけど、やはり人気なね方は 30% オフの対象にもなってなくて、普通の定価での販売となっています。お兄さん、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 あれ、あれ、もう入ってる、入ってる、もうあのレジに行く前に入って、 あのね、今回入ってきた550の M か、 M550、 これこれね、超痛いんでしょ、運転には向いてない。そうだ、多分ね、ここ硬いからだよ。そう、私もこれ履いてて分かるけど、硬いよ、つま先。そう、ね、やっぱこっちだよ、長期運転に向いてない。いいじゃん、今日の服に。しかもノースフェイスと色合ってますよ、シュプリーム。お、いいじゃん。え、これ値段ね、190で 30% オフだっけ、いくらでしたか、税込みで140ドルぐらい。おー、
安いじゃん、140ドルでさ、これ買えないよ。やばいよ、買えませんよ。まあ、次ナイキ行きますけど、ここ結構いろいろ入ってるんですよね。あ、アディダスもある。アディダス、あ、あのアウトレットによく入ってるブランドが入ってるって感じ。あんま変わんないか。はい、ベイさんがね、無事靴をチェンジできたので、次はナイキの方に行きたいと思います。もう後ろにあるんで行きましょう。はい、ではお待たせしました。一緒にナイキ見ていきましょう。こちらね、ジョーダンコーナーです。最近行くアウトレットだと、このジョーダンコーナーにジョーダン1とか1足ぐらい置いてるんですけど、ここは置いてなかったですね。はい、でちょっと横見ていきましょう。ここら辺はどこのアウトレットにも置いてる方ですね。まあすごい荒らされてるっていう形跡はなくて、やはりロサンゼルスからラスベガスの間なので、あまりバイヤーさんとかは来てないのかなって思います。でちなみにこの蓋なしはここ 20% オフ、さらに 20% オフっていうことでした。でここら辺にたまにいいのがね、ちょこっと隠れたりするんですけれども、見た感じ同じスニーカーがガーって並べられてるのであるかなっていう感じはしなかったですね。はい、この後もぐるーって見て、はい、数は多いんですけどね。でまあちょっと定番ですよね、モアテンが流れてくるのはあったりして、はい、上見て上見てはい、でここにまたモアテンパーってあったっていう感じですね。ちょっと厳しいかと思います、ここのナイキアトレットは。タイミングもあると思うんですけれども、ちょっと私行った時はあまり良くなかったですね。これもね、ロサンゼルス市内のアウトレットとか、はい、あのコミュニティセンターとかでもね流れてきてますね。これは結構アメリカでまだアウトレットで残ってるイメージがあります。でここら辺ももうボックスに入ってるやつで、はい、さすがにちょっとね、レディースとかね、キッズとか行ったらいいのあるかなと思ったら、もし買うとしたらこれかなっていう感じですかね。ちょっと色が厳しいんですけれども、ここら辺も変わらず同じようなスニーカーが流れてるって感じで、これが唯一ダンクであったっていう感じですね。ダンクもね、アメリカアウトレットですごい流れてきてるらしいんですけれども、パウダーダンクとかもね、あのさらっと混ざってたりするらしいです。あとピンク系のダンク、ちょっと前だと結構お値段がついてたダンクもさらっとね、アメリカだと最近流れてきてます。ここはなくてちょっと残念だったんですけれども、今度ね、いろいろまたアウトレット回っていいのがあったら移したいかと思います。でこの、はい、ジョーダン3はねよく見ますね。なんですけどセールになってないんですよ、どこもアウトレットで。なかなかデザイン的にちょっと出ているプライスだと厳しいかなっていう感じですかね。ちょっとここは期待できなかったんですけど、最後にこれがね、個人的に色合い可愛いなと思った一足です。で店内はね、狭くなくて結構広かったんですよ。アパレルとかも結構充実してたので、まあ、さらっとお買い物にはいいかなっていう感じでした。はい、ではナイキは何もなかったので、もう充電が終わったみたいなので戻りましょうか。これアメリカのテスラのスーパーチャージャーで、スーパーチャージャーステーションです。すごくない？めちゃくちゃ速い、でかいの。そう、一番新しいチャージングだと思うんだけど、そうそう、あの半分ぐらいがもう30分で充電できる。そう、本当にもうね、あのガソリンに戻れません。そう、まあね、こっちはちょっと古いやつなんだよね。こっち古いやつで、家とかにつけるやつと同じタイプでスローなんですよ。そう、あれがめちゃくちゃ速い。そう、これ超速いよマジで。まあ、とりあえずもうまだ半分も来てないから行きましょうか。はい、こちらが噂のテスラチャージャーです。でかいでしょ。でここから取ってピッて入れ込むタイプとなっております。はい、皆さんアウトレットいかがだったでしょうか。私もね、まさかここで収穫があると思わなかったので良かったですね。 B さん、よかったです。あの足が痛かったから出会えたんですよ。足痛いから休憩しようってなって、充電もそうだしね、ニューバランスのねマークが見えてね。そう、危険だねここは。危険やわ。はい、ということでとりあえず、まあ、さっきね半分も来てないって言ったんですけど、またちょっとベガスの方に向かうので、まあ、次の動画はベガスの動画かな。はい、まあ前行った時、1年前の時にアーバンネセシティとか行ったよね。 あと今回あのベガスに行くあの目的がクロムハーツがね、新しい店舗をオープンしたんですよ、ラスベガスで。でラスベガスは3店舗ですね。
で新しい店舗行きたいので今回行ってるんですけど、まあ、そのねちょっと歩く感じの街並みの動画とか、まあ、またスニーカーとか、はい、シュプリームのまあリセールとか載せると思うので楽しみにしててください。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思うとチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた、じゃあねー、バーイ。